堀江さんと与沢翼さんがなんか同列で話されることがあるので僕は微妙だなと思ってるんですけど、まあ、あと山本一郎さんとかそのよく喋る人って世の中いっぱいいるんですけど、じゃあ実業で何をやったのっていう実業のリストを上げると結構すぐに物事が把握できるようになったりするんですよね。じゃあ与沢さんが実業で何をやりましたか、どういう事業をやりましたかっていうところで、その僕知らないんだけどあるのかもしれないけどさっていうのじゃん。で堀江さん何やりましたかって言ったら、まあ、ライブドアやりましたとかもあるしさ、別に今のじゃあ和牛やってる仕事とかもそうだしさ、でじゃあメルマガ流してとかで本をこれだけ出してとかっていうので、まあそれなりに事業って見えるんですよ。自称俺金持ちの人って事業がないんですよね。だから山本一郎さんがじゃあ事業で何したのっていうと多分出てこないと思うんですけど、与沢なんとかさんっていう人がネットワークビジネス的なことをやってたわけじゃないですか。なんか秒で1億稼ぐみたいな。で結局あれもなんか自転車操業で、じゃあネットワークビジネス終わった瞬間その与沢なんとかさんもお金なくなっちゃったわけじゃないですか。でじゃあ本当に優秀だったら実業やればいいじゃんってなるんですけど、結局実業はまだやってなくて、まあなんか YouTuber になったみたいなんですけどっていう感じなので、あの普通にこう優秀な人は普通のビジネスで儲かるので、ネットワークビジネスで儲けようっていうのは優秀じゃないってことだと思うんですけどね。与沢翼さんに訴訟されそうになったの焦りましたか。ああ、あのですね、まあ、あの誰の話かはもう置いといて、一般論を喋りますよ。あの名誉毀損っていうのは、その例えば社会的な評価、誰かの評価を下げるような発言だったり、まあその文章だったり、例えば新聞とか文章だったりテレビで言いましたって発言だったりとか、その誰かの社会的評価を下げるっていう行為をするのが基本的には名誉毀損になるんですよ。で、その名誉毀損の条件としては、まずみんなが知ってることは名誉毀損になりません。例えば孫正義さんがハゲてますとかってもうみんなが知ってるので、要はあの例えばカツラをかぶっててハゲてない人が、あの人ハゲだよっていうのを言う場合って、本当にハゲてる人だとしてもそのハゲということを隠してるというのがあって、で一般的にはその人ハゲてるって知られてないじゃないですか。なのでハゲであるという秘密をばらまいたことで社会的評価が下がるっていうので名誉毀損になるっていう可能性があるんですよね。なのでそのまずそれが周知であるか、みんなが知ってるかどうかっていうのがあるんですよ。で名誉毀損って、じゃあその侮辱と違うのは、例えばじゃあひげおやじさんに対して、その僕の知り合いであのひげおやじさんっていう死んだ魚の目をしたデブな性格の悪いおっさんがいるんですけど、でその死んだ魚の目をしたデブのおっさんに対して僕がデーブってひげおやじさんに言ったとしますと、でひげおやじさんが嫌な気分になりました。でもこれって侮辱であって名誉毀損ではないんですよ。要は名誉毀損っていうのは本人が嫌な気持ちになったかどうかではなくて、侮辱の場合は本人が嫌な気持ちになったかどうかなんですよね。昔の判決かなんかでね、なんか40回ぐらいバカって言われて裁判やって、で10万円ぐらい取られたみたいな、そんな裁判があるんですけど、まあなので侮辱って実はそんなにあの大した金額にならないんですよ。要はその嫌な気分になったとしても、どうせ気分でしょっていうので、せいぜい10万円なんですよ。ただ、そのじゃあ、例えば芸能人でイケメンで売ってる人が、あの人ハゲだよっていうふうに言ったら、仕事が減るじゃないですか。イケメン売りだったのに、そのハゲっていうことが世間に知られてしまいました。なので仕事が減りました。っていう実際の損害が発生するので、名誉毀損の金額って高くなるんですよ。なので、今のところその日本の裁判だと、だいたい上限1000万円ぐらいですね。1000万円超える名誉毀損ってそんなないんですけど、上限1000万円でそこから下がるみたいな。で、まあなんでこの話をしてるかっていうと、名誉毀損になる場合って、要はどれだけ多くの人に、その社会的評価を下げる発言を知られたかどうかなんですよ。で、じゃあ、例えば僕が名誉毀損されましたっていう時に、その名誉毀損されている状況というのを僕が自分で広めてしまった場合って、名誉毀損をしてる人は僕になるんですよ。言ってることわかります？例えば僕が僕ハゲてるって言ったから、僕が下げてることになるじゃないですか。で、一般論ですけど、仮にじゃあ自分が名誉毀損されたと思ってる人が、こうやって名誉毀損されてるんですっていう動画をネット上でばら
まいた場合って、そこで再生数が増えてるわけだから、名誉毀損、社会に対して評価を下げる行為をしたのは誰っていうと、そのばらまいた自分自身になっちゃうんですよ。ではその、名誉毀損をする人っていうのは、まずその人が評価を下げる発言っていうのがあるんですけど、じゃあその出版社がなんで訴えられるか。文春さんとかよく名誉毀損で訴えられてると思うんですけど、文春は、その文春の記事を書いた人が記事を書きました。でもなんで文春が訴えられるかっていうと、その記事を印刷して日本中の本屋さんに配ってるから、名誉毀損に関する情報を日本中にばらまいたから名誉毀損なんですよ。なので、名誉毀損されてる情報っていうのを誰がばらまいたか。で、ばらまいた人が名誉毀損になるんですけど、まあ一般論なんですけど、その今回の場合って、名誉毀損されましたって言ってる人が自分でばらまいてるんですよね。それって隠したいことじゃなくて自分でばらまいてるんだったら名誉毀損にならないんじゃないのっていう論点がまず出ちゃうんですよ。じゃあ例えばじゃあ、僕の知り合いで、その、死んだ魚の目をしているひぎわじさんというおじさんがいたとして、で、僕が、死んだ魚の目をしているデブって言った動画を切り取ったとします。で、それをひぎわじさんが自分でじゃあいろんなところにばらまいたとしたら、それって名誉毀損自分でやってることになりますよねってことになって、そもそも名誉毀損でいう、その、誰がコーチにしたのか、要は誰がその世間にそれを知らしめたのかっていうと、それ僕じゃなくてひぎわじさん自分でやりましたよねってなっちゃうっていうのがあって、そもそも論じゃあ、名誉毀損で、どういう被害を受けたのかっていう被害の証明がしづらくなるんですよね。じゃあその、さっき言ったように、イケメンの人がじゃあその、ハゲとかデブとかっていう、その、なんか、隠してた事実がバレたとかすると、そうするとそれで仕事が減るってなるんですけど、自分でばらまいた場合、例えばひぎわじさんが自分で死んだ魚目をしてますってばらまいて、仕事が減りましたってなったとしても、うん、それ自分でやったんだよねってなっちゃうじゃないですか。なので、名誉毀損として扱うのがそもそも難しいよねっていうのもあるんですよ。で、まあ、じゃあ死んだ魚の目をしているひぎわじさんって話をしたんですけど、で、その、じゃあ悪徳商法をしたみたいなのって、本来であれば名誉毀損になるんですよ。この人は悪徳商法をしましたっていうと、でも悪徳商法をしたというのを本人が認めてる場合、名誉毀損になり得ないんですよ。だって本人が認めてるんだもん。要はその嘘をついて、そのこの人悪徳商法してるんですよ。例えばひぎわじさんが悪徳商法してないのに、ひぎわじさんと悪徳商法してるんですよって僕が言った場合は、ひぎわじさんは悪徳商法をしたっていう嘘で損害を受けたのでダメージになるので、じゃあそのダメージを回復してください。でそれをじゃあいくらですっていうのが裁判で金額決めるっていうのがあるんですけど、じゃあ悪徳商法しましたってその人が言っちゃった場合って、それって真実だよねってことになっちゃうんですよね。要はその嘘をついて、そのデマを流されてダメージを受けたっていうためにはデマじゃなきゃいけないですけど、本人が悪徳商法って認めてる時点で、うん、それデマじゃないよね。で、その情報を広めたの誰って、切り取って広めたの自分だよねっていう2点があるので、なかなか難しいと思うんですよ。なので、弁護士さんが仕事を受けなかったのは、まあそういうことだろうなと思いますけども、はい。与沢翼がひろゆきにバカにされたって怒ってました。なんかかわいそうだったので翼にコメントお願いします。頑張れ。僕はバカにしてないと思うんだよな。特定してないからね。なんかね、たまたま同じ名前の人がいたのかもしれませんね。